はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリュウジです、では今回はデモクラッシュ3の続きをやっていきたいと思います。前回はですね、財政破綻寸前という我が国日本、これの改善の第一歩としてですね、年金の大幅削減を行いました。これによって主に中流階級、さらにはね、下級民っていうのかな、ちょっと言い方もあれですけど、そういった人たちからの反感を、招いているという状態です。では、今回その続きです。まず最初にですね、債務者保護法というのが出ていますね。多くの負債を抱えている人々に攻撃的な方法で支払いを請求し続けている債権回収業者のことが、ニュースになりました。こうした債権回収業者は、より大きく信用のおける金融機関ならお金を貸さないような人々にも借金をさせています。闇金に近い内容なのかな。ちょっとあんまりね、その消費者金融系を利用したことがないので、よくわからない部分もあるんですが、こうした業者の活動を制限する法案が提出されましたと。これはさ、制限するでいいんじゃない。なんかあったよね、闇金法みたいな。さあ、では見ていきます。まず経済予測からですね、世界経済は大丈夫です。私たちは公共でも不況でもありません。予算王国、困ったことに我々の信用格付けは C しかありません。おぉ、格付けを下げられると一気に金融崩壊するからな。続いて世論調査。政府は国民の支持を集めていません。わずか 10%、ちょっと待ってくれ。10% が次の選挙であなたに投票するつもりですって、10% だと確実に落選するな。大敗しますよね。安全保障。共産党は政府が違法であると宣言し、あらゆる方法で、支持者が政府に反対するよう駆り立てています。内閣の国、大臣たちの忠誠度は最高で忠実。大臣は良くてもな、どうしようかな。世論調査が悪すぎるな。ちょっと今回この、世論調査を上げるっていうのを考えましょうか。いや、如実に下がってるもんね。前回。年金を引き下げたことによって。で、このチャートは、今の時期に選挙が実施された場合、あなたに投票する有権者の推定割。で、あくまで、推定であり、結果は、100% とは限りませんと。とはいえ、10% なんでしょう。厳しいな。ちょっと詳細な世論調査を見ておきましょう。ちなみに、次の選挙であなたに投票している人の割合が 50% を下回るとゲームオーバー。うわ、なんか結構楽しくプレイを始めているんですけど、あっさりゲームオーバーになりそうな気がするな。ちょっと詳細な世論調査を確認できないね。あ、できる、押せたぞ。世論調査のデータ、それぞれの投票グループについて政府に対する意見の推移を、グラフで表しています。カラーボタンを用いるとグラフのオンオフを切り替えることができます。項目名をクリックすることでグループをそれぞれ見ることができますと。ちょっと後で見てみましょう。運転者がね、気になるんだけどね、毎回。次、インタビューですね。これは中流階級の人だったと思うんだけど、下の列に並んだ人々はインタビューへの参加者。それぞれの有権者をクリックすると詳しい情報を見ることができます。有権者タイプより抽出されたインタビューを見ることで有権者グループの詳細画面上に同様の情報を見つけることができる。ちょっと彼らの不満のポイントを確認して票を金で買いましょう。各個人が所有する有権者グループにどの程度傾倒しているか、またそのグループからどのような意見を得ているか、そして最終的にそれらがあなたの政府に対してどのような意見として表してくれるかを表示しています。政治意識不満。所属政党民主党か、しかもこいつは。反対意見で言うと労働組合員からマイナス、保守主義者からもマイナスか。公務員や環境主義者からプラスの、好意的なね、印象を持たれているっていうところですかね。収入 JPY。これ月収でいいのかな ?97,912 円。かなり厳しいな。そりゃ不満よな。続いて、政策ですね。
これはあなたが現在までに実施した全政策のリストであり、人口の何パーセントがそれに賛同したかを示しています。不人気な政策を変えなければいけないということはありません。必要な収入を上げても良いし、望ましい社会的目標を達成しても構いません。また有権者は政府の政策だけでなく、情勢や実世界の現象によって揺さぶられることも覚えておきましょう。なんかちょっとカミカミになっちゃいますね。続いて、人気度。とにかく私からしてみれば十分であり、あなたがここに投票率の調査をするために来たことを確信していたので、あなたにそれを残していきます。そういうことか。なかなか厳しいよな、有権者のタイプ。いやー、やっぱりあれだよね。前回、年金を引き下げたことによって、定年退職者からむちゃくちゃ下がってるね。定年退職者ガクッと下がってるもんね、ここ。ガクッと。あとは貧困層も下がってるのかな。自由主義者、資本主義者、少数民族なんかも下がってますね。国民年金引き下げて、みんな、怒り狂ってるな。インタビュー。所属政党、無所属とかいろいろあるけどな。定年退職者からね、支持を受けているケースもありますよね。いや、なんかこいつ、銃持ってるぞ、猟銃みたいな。スナイパーライフルみたいなの持ってるけど、月収が高い21万。すげえな。続いて政策だな。結婚手当人気100%。結婚手当とかさ、逆に引き下げていいんじゃないのって思っちゃうんだけど。あと人気の悪いもの。酒税とか人気低いんだな。割と消費税も人気非常に低いね。とはいえちょっとなんかね、このまま何もしないでいるとかなりまずいことになりそうだな。アルコールの消費量とかをね、ちょっとどうにか変えていきたいなっていう感じもするけど。さあ、今、じゃあ政治ポイントが39あるので、今回のターゲットを決めていきましょうか。前回は、まあ、いわゆる支出を切り下げました。年金下がったよね。公共保険サービスもちょっと下げざるを得ないよな。いやー、これ下げるとどうなんだろうな。仮に、今、800、まあ、ちょっとね、桁は置いといて、800JPY から、まあ、ちょっと下げて、まあ、100ほど下げた場合、これくらいのダメージか。本当に難しい。何を最初にやればいいのか。支出で下げたいのが次は、やっぱ公共保険サービスになるよな。ヘルスケアクーポンってなんだ？誰でもできる民間のヘルスケアを成長させようとした設計プランの内容みたいですね。政策を取り消したいわ、こういう金のかかる政策は。で、一方で、資本主義者、少数民族、宗教派閥、自由主義者。まあ、これらからの支持がすごく低いよね。まず犯罪をただちょっと削減していこうか。組織的犯罪を、なんとか、ね、撲滅していきたいよね。では、ちょっと組織犯罪に影響を与えうる、政策。買収の広報か。諜報機関、武装警察。どうする？諜報機関、売春の合法化、武装警察。まず武装警察をちょっと、ね、増やしましょうよ。
武装した警察により、この国から犯罪を一掃しよう。武装警察を投入します。変更適用。ちょっと待ってね、中途半端に武装警察入れるぐらいだったらガシャッと入れた方がいいよね。で、10使って、39から29になったよね。で、あとは、売春の合法化。売春を合法化しよう。GDP が上がる謎。GDP が上がる謎だよ、これ。もう絶対外国人がさ、買いに来るでしょ、女の子。GDP の増加は欲しいぞ。宗教派閥からは、むちゃくちゃあれだな。反発を招くな。ちょっとやめときましょう。やめときましょう。ちょっと危険な香りがするので。続いて、自警団。自警団を入れると、我々の国民は警察の犯罪撃退の能力に対する信用を失ったと。国民は自身で問題を解決するためって言ってるな。自警団がマイナスだから、自警団を、なんとかしていきましょうか。犯罪、警察力、警察力っていうのもあるね。武装警察以外に警察力、もう今回警察力の強化だな。治安維持と法の執行を確保するため、すべての国が警察力を雇用する必要がありますが、警察にいくら予算を割くかは確実に議論の材料になります。うん。いや、警察には金を払おう。で、あとは、そうは言ってもなんだけど、お金関係なんですよね。やっぱりお金関係。支出を減らす必要があるのは公共保険サービスを下げよう。公共保険サービスがどこにあるかというと、公共保険なんでこの辺かな？これかな？マーク的にそうだね。公共保険サービス。ちょっと待ってくれ。ただし、これ以上、予算を削減した場合、選挙で勝つのが難しくなるんじゃないか？いや、選挙で勝つためにはどうしても人気の出るような政策をする必要があるよな。今一番やっぱり中流階級の人に支持を確保したいので、所得税、相続税、固定資産税、いや完全に金だなこいつら。税金関係をうまく入れれば、中流階級の取り込みが可能なんだな。ホームレス。ホームレスをちょっと削減するには、いや、金がかかるな。すべてにおいて金がかかる。どうすればいいんだろうな。中流階級の取り込みが絶対に必要なんですが、その中流階級をいかにして取り込むか。ちょっと困ったなぁ。警備概要、情報部の報告。諜報室は様々な組織を監視。組織の多くは比較的無害ですが、より過激で危険なグループへのゲートウェイとして活動する可能性があります。うん。神の十字軍。共産党。ワイルドライフトラスト。謎だな。ワイルドライフトラスト。謎だけど。いやー、ちょっと本当に難しいですね。どうしようかな。世論調査。定年退職者と中流階級貧困層、この3つにフィットするような政策を入れないと、次の選挙で大敗する可能性があるな。ちょっとまずは再選を優先しますか。そしたら再選。
定年退職者にプラスの個人年金はもう無理だよ。年金はもう無理。相続税。まあ、相続税をじゃあちょっと下げますか。今 9% なので、これを 7% に下げる。いや、こういう微妙に下げるのがさ、本当にフィットするのかなっていう、ちょっと不満というか不安はあるけどね。貧困層。ホームレス対策は重要だな。となると、公営住宅を上げる。民間住宅から反発は出るものの、貧困層に働きかけましょう。で、中流階級。中流階級で問題は中流階級。中流階級は何が一番いいんだろうな。相続税を下げたでしょ？所得税。固定資産税は無理だ。じゃあやっぱ犯罪関係かな。まず拳銃法。拳銃法は完全撤廃しよう。完全禁止。うわ、政治力が足りないか。政治力が足りないなら、今回はこれは置いといて、この後、次のターンで、拳銃は禁止しましょう。では、ネクスト。不可能な公約を作っています。同僚に対してブリーフィングしています。まあ、これ普通だよね。票を分配しています。いや、不可能な公約を作っていますと、まあ、気持ちはわかるけどね。じゃあ、クリックしまーす。先に進みましょう。四半期の報告書。GDP。失業。失業はちょっとまずいことになってんな。失業対策今回入念に入れましょうか。スーパーヒーロー。街の犯罪と戦うマント男の話題でニュースは持ちきりです。彼の非公式な貢献により、すでにかなりの数の逮捕者が出ています。もうこれバットマンだな。経済予測、いい知らせです。という話だね。収入は微増。債務も微増。債務をちょっと減らさないとまずいな。債務をちょっと減らしましょう。おっと、閉じちゃった。ニュース、レポートもう一度見ます。予算報告。格付け、支出を減らして GDP を向上させる。ちょっとこれ、格付け C をまず B に上げましょうか。で、国民の支持を集めていませんとはいえ 26% に上がってきている。前回は 10% でしたからね。人権協会はラジオで政府の政策を批判。まあ、批判するものは必ずいる。世の中。じゃあまずは今回、拳銃を完全に。何？政治力が足りない ?30 でも足りないのか。拳銃を禁止するのにそれほどの政治力が必要か。なかなか厳しいな。あと失業だよね、失業。失業対策をしっかり、入れていきましょう。まあ、前回失業者がね、レッドラインに、達していたというのは、見ていただいた通りだと思いますので、今回は失業対策、まあ、拳銃法がうまくはまらないので、失業対策を入れていきましょう。じゃあ失業のところ見ていきます。雇用関係かな？失業はどこにあるかな？ちょっとまだごめんなさいね。僕自身、見慣れていないところがあって、雇用保険とかをうまく組み合わせてあげたりすればいいのかな？ちょっと見てみましょうか。ここは公共保険だもんね。すいません。ちょっと今探してます。なんか寝てる人がいたと思うんだけど。ん？ちょっと見つけられないとこだ。もう一度ちょっとマークだけ見させてくださいね。失業。これよ。青だね。青だったから見られなかったんだな。青で寝てる人を探しましょう。
ここだ。で、うわ、むちゃくちゃいろいろ出てんな。GDP を上げてあげなきゃいけないっていうのと、賃金を、どうだろう。ちょっと引き下げた方がいいのかな。道路建設。公共事業。あとは、賃金をちょっと待ってね。まずは技術補助。これを上げる。まあ、技術立国日本。で、あとマイナスだからの補助金関係をちょっと入れてあげるか。じゃあ、補助金。鉄道補助金、道路建設、農業補助金。まあ、これらで、ビビットに、有権者を買いましょう。パワーがよりあるのが鉄道補助金。鉄道補助金を引き上げる。運転手からのパワーがすごくなるな。ちょっと待ってね。鉄道補助金をいっぱい出す。ちょっと鉄道補助金の中身もう一度確認しよう、ちゃんと。鉄道での移動は車移動よりも環境に優しいだけでなく、移動時間や渋滞の観点においても優れています。うん。つまり、鉄道補助金を、ちょっと待ってね。数年単位でかかると言ってるな。これは有権者を金で買うのに、適した政策じゃないですよね。今すぐ、有権者を金で買いたいんだ。となると、道路建設。道路建設は、渋滞が少なくなりますよ、という話かな。これをやると失業はどうなる？失業はマイナスになるよね。大規模な新しい道路も。ちょっと待ってね。じゃあ、少しばかり、環境主義者から、微妙だな。失業に対してものすごく影響があるものがいいよね。科学資金提供。GDP を上げたいから、GDP を上げる政策。ちょっと法人税は引き下げる。今が 35% だから、これを 10% 引き下げて GDP をプラスにする。GDP をプラスにすることが最優先だな。あとは、インターネット犯罪。犯罪をうまく、コントロールしていきましょう。諜報機関、まあ、日本諜報機関弱いなんて言われてますもんね。で、7になっちゃったから多分もう何もできないんだよな。農村開発。入れられる？ああ、政治力不足だ。今回はじゃあここまでだな。じゃあ時間を進めまーす。選挙区を恣意的に操作。法人税回避に目をつぶっている。まあ GDP が上がればいいよ、この際。で、失業率がレッドラインのままだな。GDP も、そして犯罪も。いやー、難しいな。自警団の問題は解決しましたね。警察力強化しましたからね。同性婚の禁止。これ、まあちょっとね、申し訳ないですけど、僕個人としては全く興味がないんで、放置しましょう。とはいえ、ゲーム上はやらなきゃいけないので、結婚を許可します。予算報告。うわし、債務がどんどこ上がってんな。いやー、まずいよなー。
ちょっともう一回レポートに戻りましょう。というかあれだね。じゃあ時間これくらいに一回区切りさせていただいて、次回このレポートの中身確認するところから考えてですね、ちょっと皆さんからも制作いろいろ、もし何か思いつくものがあれば、動画のコメント欄もしくはツイッターの方まで、リプライを送っていただければ嬉しいかなと思います。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。